皆様お久しぶりです。みそのです。みそのチャンネル、これを機に心機一転したいと思っておりまして、みそのは2018年10月いっぱいでエビクスエンターテインメントを円満退社したんですけれども、そこからも YouTube の事務所を業務提携していただき、スタッフさんに1年間お世話になったんですけれども、もともと1年契約だったんで、今はマネージャーも運転手もカメラマンも編集もつけずに自分一人でやってるんで、更新が1週間に1回になってしまったりとか、休ませていただいた時期もありますし、体調不良により、さらに今もう1ヶ月が経とうとしておりまして、YouTube を始めて1年が経つんですけれども、なんかこう環境はどんどん変えてはいっているんですけれども、自分自身何も変わってないなと思っておりまして、本当に恥ずかしいですし深く反省しております。なので、引き続きヘキサゴンファミリーとのテスト企画はやりつつ、本格的に海外を転々としながら休ませていただいているので、これまでは撮影したりしなかったんですけれども、これからはカメラを回していけたらいいなと思っていたりとか、今ボランティア、チャリティー、復興支援、寄付などをメインとしておりまして、30歳まではお金のため自分のためとやってきたんですけれども、この5年間は世のため人のために動いておりまして、こう自分の夢はもう本当に叶えられたので、全部なので、これからは人の夢を叶えるお手伝いをしたいというか、そうやって自分が仲間からやってきてもらったので、今度は自分が友達にする番ということで、 YouTube もそのような内容にしていけたらなと思っています。かなりコラボ相手お待たせしてしまっている状態でして、 YouTuber さんとのコラボだったりとか、芸能の方々のコラボ、たくさんありますので、どんどんアップしていきたいので、今後ともよろしくお願いします。そしてチャンネル登録しなくても別に視聴できるのに、わざわざボタンを押してくださった方が6万人もいるということで、本当に感謝申し上げます。島田紳助さんの動画関係なくチャンネル登録をしてくださってた5万人の方、本当にありがとうございます。そしてみそのチャンネルがここまで注目され、こんなにも盛り上がっているのは、本当にアンチの皆様、報道番組の皆様、記者の皆様のおかげなので、そして関係者の皆様の力でありますので、本当にありがとうございました。以上、みそのでした。